元がね、この武器強いから、エイム1秒でもガン見して敵をこうやって真正面で捉えちゃえば、問題ないんですよね、ちゃん、あやちゃん。これも速攻、はい、エイムです。はい、いないでしょ？で、これで、はい、ここでエイムなんです。はい、これ、クイックショット。見て、この世界最速のクイックショット。クイックショット。はいどうも、ジャンダルクです。突然ですが、皆さん、FPS でスナイパーに求める性能は何でしょうか？まあ、威力って答える方は、BF 勢だとか、あとまあ、バトロワ勢ですよね。まあ、PUBG とか、エペペとかね。まあ、タルコフだと、ちょっと弾薬の種類によるダメージだから、あんまりその一般 FPS とちょっと概念一緒にしたら怒られそうなんですけど、まあ、SR イコール威力って答えた方だと、まあ、V によるダメージはどれぐらい出るんだとかね、反射率はとか、あとまあ、DPS 的なところでレートってね、答える方も中にはいるのかなと。ただやっぱ、コールオブデューティーだと、SRにね、求めるところというか注目する点って圧倒的エイム速度なんですよね。使い勝手みたいな。そう、コールオブデューティーのスナイパーってちょっとメタ的な話すると、大体まあ上半身一発だから反射っていうのは起きないから、威力はどの作品もある程度確約されてるんで、やっぱ威力って言ったら2の次3の次っていうか、まあもうどうせ出るから、威力はエイム速度の方が気になる方がね結構多いんじゃないかなと。まあ、そういったところを、コールオブデューティーのエイム速度っていうのが本当にね、まあ、命なわけですよ。今回はその長所を全て殺した、全拒否したカスタマイズ、エイム速度がもっととも遅いカスタマイズ紹介していこうかなということで、こちら。はい、モシンナガンパイセンですね。まあ、これ初期の頃も話しましたが、一番遅くすると、はい、こういった形で 0.88 秒ぐらいになるわけなんですよ。確か理論値っていうか数値の方も、まあ、0.882 秒って感じなのかな、これだったら。ただま、レティクルがちょっと謎にブレる設定で、実際こうやって覗き切ろうと思ったら、まあ、それよりちょっと少しかかっちゃうんですよね。っていうのが、まあ、このコールオブデューティーヴァンガードの、ま、特性っていう形がね、スナイパーなんですけども、まあ、それがね、まあ、初期の頃のま、動画でして、まあ、0.9 秒ぐらい遅かったらかかるよねっていうのが、コンセプトだったんですけど、まあ、それをさらに今回超えてきたのが、はい、新武器のシモノフさんってことでね。まあ、今となっては結構おなじみのスナイパーライフルなんですけど、まあ、こちらがですね、なんと数値だけで言ったらめちゃくちゃ遅くて、はい、なんと1001ミリ秒までいきます。はい、初めての1000秒台ですね。で、これはコールオブディティ史上一番遅いんじゃないか。いや、めちゃくちゃ遅いですね。だから 0.1 秒だったら、あの、TTK 速度より遅いからさ、コールオブデューティーの。ビームする前に普通に SMG に抜かれてしまうっていう、やばいっすね。はい、っていう形のね、もうすべて全否定した、コールオブデューティーのスナイパー全否定したこちらの超超ネタカスタマイズ、早速ね、使っていこうかなと思います。ということで、これからもですね、コールオブデューティー、ヴァンガードとかの動画ね、ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では行こう。さあ、では早速、ワイトクソマップゴンドラでハードポイントやっていきましょうか。まあ僕の動画だったら多分初登場ですね、このゴンドラ。まあこのマップがですね、まあスナイパーマップではあるんですけど、単純にこの時、LMG のホイットリあったじゃないですか。ホイットリ、ホイットリ、どっちか知らんけど、あったじゃないですか、あの、えげつないやつ。あれの全盛期で、もうピアッシングビジョンつけとけば、もう初期からもう向こうの最悪まで、ストレスフリーで抜けまくるっていうやばいマップだったんですよ。で、特にこのマップゴンドラっていうのに乗って、ドミネーション B まで一気に行けるよね、とか、っていうちょっとギミックがあるんですけど、もうゴンドラに乗ったら最後、本当にね、動く関係ですから、あれは。もうただただあの、ピアッシングビジョンついた LMG に、蹂躙されるだけっていうね、めちゃくちゃえげつないマップです。はい。ただまあ、スナイパーはですね、ちゃんと強いので、あ、なんかさっき言ったよな。かわせ。いない？あれ？あ、登ったんか、最悪、マジ。オッケー！カバーをしたぞ。で、後ろもういないから、多分こっちリスポーンしよう。いた。はい、チキル！見てこのエイム速度の遅さ。ふっ一応拠点取るか。はぁ、なんで後ろからも出た、もう壁貫通のスポットされてるわ、あれ。やっぱドントレス必須だな、ここ。フォーティファイドなんて甘え。ドントレスですね。いや、マジ、これされるからさ、マジでスナイパーきついんだよな、今作って。で、っていうのもさ、別にシーズン1とかそこまでなんか、ね、ピアッシングビジョンの脅威ってなかったと思うんだけど。はナイスなかったと思うんだけどさ、新武器 LMG のせいで、うわ、めっちゃピアッシングビジョン強いじゃんっていうことを気がつき出して、みんな使い出した説あるよね。いや、もちろん使ってた人一部いるよ。なんか動画で紹介してとかも全然あったからさ、もともと強かったんだけど、そこに拍車をかけたのが、まあ俺はね、LMG だと思ってるから、あの、ホイットリパイセン。あれはマジで、ギルティだよ。あれ存在自体がギルティだから。はい、お疲れい。エイム速度遅くても、ブレないから。ブレないところを最大に活かしてやっていこう。かもー。スナイパー多分顔出してくるんだよな、リスポーン的に。来ないんか。後ろリスポーンってこれある？さすがにない？千馬拓じゃん。おった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 。あ、大丈夫？あー、これ人に見えたわ、コートが。だからさ、これ普通に考えたらさ、エイム1秒じゃないですか。1秒ってさ、普通に頭おかしくねっていう。これ、だってアルマゲラパイセンさ、至近距離、0.1
18ぐらいかな TTK 速度なんですよ。だから単純計算さ、これ1秒でエイムするじゃん。これエイムするまでにこの武器で5キルできっからね、プレイヤーだからさ、あれだよ、あの北斗の剣のケンシロウをびっくり、お前はすでに死んでいるって名言あるじゃん。これ5回殺せっから、ケンシロウびっくりだよ。5回ぐらいヒデブーってしないといけないっていう武器だから、相当ねやばい武器なわけですよ。でセンターやばいやつね。ナイス味方、ナイス、いいカバー、いいね。まあワンショットワンキル取れるからこの武器自体強いよ。たださ、バレル変えたらさ、エイム速度半分ぐらいでできるよね。 0.5 秒ぐらいまで落とせるからさ、この武器エイム速度半分ですよ。それだけでやっぱ全然違うよ。見てこれエイム速度遅さ、敵を確認してのこのエイム速度の遅さですよ。いやこれはちょっとクソエイム、これは言い訳、何も言い訳できずにただただクソエイム。あそこにいんねんな。はこれちょっと甘えるわ。こういう形で、はい、見てこの強さ、もう激浪でも打ち勝ててしまう。これがやっぱサブマシンガンですよ。いた、よーし、お前めっちゃやられるね君。あ、待って、いるいるいる、登らせないで。はい、登る前にギリギリ間に合った。本来だったら先にエイムしてちゃんと OE エイムでドラッグショットってできるんですけど、これはねできないわけですよね。はい、ただ全然ブレへんね、この武器。本当はねもっとブレるんですよ。マジでブレないな。あー顔出さないか。いたいた、お疲れー。はい、カウンター UAV オンラインで、そこスナイパー顔出しては来ない。で多分向こう行けないんだよね、ゴンドラ。俺行ったら多分死ぬからさ、ここでひたすら敵入ってるやつをちょいちょいと狙撃するのがちょうどいい仕事なんやないかなーっていう。絶対こう顔出してくるから、100顔出してくる。はい、お前じゃない、あの毎回顔出してくるあのスナイパーさん、出してスナイパーさん。格好の的だけどね、こんなの全然拠点に絡んでないけど、まあスナイパーとして嫌がらせは一生永遠にしてるだな。ジャンプしながら見る。あー、そういう時だけ顔出してくるんか、まあ、ちゃんや、ちゃん、あやちゃん、ちゃんあやちゃん、勝負しよう。あ、どこ行った、ちゃんあやちゃん。かわいそすぎる。やっちゃってんな、これ。多分俺、勝率9割ぐらいだよ、今。いや、けどまあ、元がね、この武器強いから、エイム1秒でもガン見して敵をこうやって真正面で捉えちゃえば、問題ないんですよね、ちゃん、あやちゃん。わかる？その、同じ場所でさ、顔出してくるな、愚の骨頂ぞ。はい、そういうことね。で、これ、いたんだけど、これ、普通の調べたら絶対勝ってたな。ナイスナイス、いいよいいよいいよ。はい、やる。で、そこ2枚目、いる？いない。顔を出しても来ない。あ、いた、ちゃんあやちゃんいたよ。ちゃんあやちゃん勝負しよう。ちゃんあやちゃん顔を出して。もうあいつ恐怖じゃん、 PTSD 発症してるあれ。あ、ちゃんあやちゃん逃げてる。ちゃんあやちゃんじゃねえお前、誰だお前。まあなんかあれっすね、本当にさ、ガン見する分は強えなこの武器。あのブレないからさ、一回も外してもリカバリがすっごい楽だもん。じゃあちょっとツナするか。トツスナしまーす。はいはい、ナイスカバー味方。ちゃんあやちゃんいた。はい、マジでかわいそすぎる。ちゃんあやちゃん、すまねえ、俺がキルカム。ちゃんあやちゃん、いやこういうのちょっとほっこりするような。あ、意外とさ45秒でちょっと乗ってる方だよね。まあ1位がそれは乗ってるんだけど、ちゃんあやちゃん1秒これ一番やっちゃいけないやつじゃんね。顔真っ赤にして何回も突っ込んできてさ、かわいそすぎる。いやちょっと最後さ、あれだね、ちょっと時間余ったからさ、チーデスで突すらしようぜ。あ、シップハウスとかでもいいよね。この武器がどんだけやばいのかって、もう今までガンビだったからそれはまあ強えじゃんっていう安定性あるじゃん、キルで取れんじゃんっていうような戦い方だったんだけど、これを、まあ、COD 本来の突すらでやったらどんな感じなのかっていうのを見ていこうかなと思います。さあではちょっと発狂タイムやっていきましょう。これは間違いなくキルで割るよね。さっき多分キルで4とか5ぐらいあったと思うんだけど、それは言い過ぎか。ごめん、これはちょっと満身すぎた。いやーこれきついだろうな、スナイパー。ほっ、ほう、オッケーオッケーオッケー。結局ガン見しちゃってんだよな、結局このロングでどうせ戦うからさ。いやさっきと同じことになっちゃう。俺は前出る、いた、エイム。ほんまに遅い、ほんまに遅い。ガメ、ドンガメ、ドンガメだっけ、ドン速、トン速、やばいねこれ。結局これやっちゃダメだ、ダメ、俺突れ、イモるな。こんなんでリスナーが窓するわけない。エイム1秒そんな使えるわけないじゃないですか。ギャーって笑うところを視聴者に見せるんだけど、それをちょっとキレてきて、うおーってこうやってテンション上げてるところをみんなに見せるんだ。頼むぞ。あ、いた。はい、オッケー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 。いいよ、しっかりとリカバリできた。これは角待ちはもうエイムさせすらさせてくれない。これもそこ、はい、エイムです。はい、いないでしょ。でこれで、はい、ここでエイムなんです。はい、これクイックショット見て、この世界最速のクイックショット、クイックショット来ない、大丈夫、ここでガン見しちゃらダメですか。あ、お疲れ様です、タバさん。来いよ。はい。それ味方かわいそう。ごめんよ。はい、ガモン掘る。食らってる。はい、それやる。君いるから、はい、それもやる。強すぎ、うち。普通にあの、サブマが強すぎる。来いよ。いた。あー、後ろからてか、やっぱガミ、てか、俺いつの間にかガミしてたな。おー、めっちゃキルしてくれてる。ナイス。
この武器の使い方はガン見なんだよっていうのを、なんか俺のもう一人の僕が反応しちゃってるわ。いた、よし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 、これ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 、あ、ダメ、エイムすんだエイムすんだ。敵を発見してからエイムしよう。敵を発見したと思ったこれ俺の犬、犬引っかかってるよ。いた、エイム、ほんまに打ち合いのうのごちをさせてくれへん、やべえなこれ。よしよし、いいよ、盛り上がってきたよ。こうする、いない、あ、じゃ、オキエイムするな、俺。予測エイムするな。本来だったらこれ、エイムして待っとくべきなんだけど、スナイパーだったら。わーお。てか、やばくない？このさ、溶け速でさ、1秒エイム速度ってマジ、どうしたって気が触れたか、コールオブデューティーって言いたくなるよね。これやばいよね、マジで。もう撃つことすらままならない。これが本当の縛り実況ですよ。さっきまでやってたのは、ただの、オナニーです。はい。ただの、キルレを取るためだけの、見せ場を作るためだけの、オナニーです。これもオナニーです。違うんです。私がしたいのは、これクイックショットで、スーッとスライディングしながらクイックショットしたかったんですね。で、これですよ、これ。上から降りるじゃん。はい、で、目の前いるんで、はい、クイックショットするチャンス。で、これも、はい、クイックショットするチャンス。もう、俺がエイムした時にはもう、時すでに遅すぎる。みんな死んでる。そりゃそうだよな。だって TTK 0.2 とかの世界戦だぜ。0.2 とかの世界戦で俺は何をやってるんだっていう。BO1 でもこんな遅くないわ。今日1位取ってんねん、こっちは。キルル割ってるけど。キルル2割ってっけどさ、エイムめっちゃ遅い！ほんまに、いい加減にしてくれへん、この武器。いや、みんなが見たかったら実況これよ。あ、これダメダメ、エイムすんな。ここで、大きいエイムしながら行ったらダメだね。こう、体を、はい。こうやってね、体出して、あ、敵おった。パン、こう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 、いや、これじゃない。こう。って、あのさ、本当はさ、めっちゃエイム速度速かったらさ、こうやって、L1 押しながらさ、クックックっていつでもエイムできるようにするんだけど、見てこの、L1 押しまくったらさ、のそのそのそってこう、ゆっくりエイムする感じ。これ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 。気持ち悪っ。あやー、オッケー、これクイックショット。カムバック出ちゃいました。もうさ、まあ、オッケーエイムしとけば、それは強いんだよ。それはもう、どの全スナイパーもそうなんだよ。やっぱ、コットのスナイパーは、いかなる時も至近距離スナイパーだろう、SMG だろうが、ショットガンだろうが、撃たれたとしても、打開できるクイックショットの速さを持ってるスナイパーが、いっちゃん強いわけですよ。てか、それがコールオブデューティーのスナイパーですから。こんなガンミのスナイパーなんでね、誰でもできるんですよ。バトルフィールドでもやっとけっちゅう話ですよ。あ、別にバトルフィールドばかりしてるわけじゃないですけど、コールオブデューティーでスナイパーをガンミする意味はない。はい、お疲れ様だ、タバさん。今日逆転してきたね。いいよ、クイックショット。クイックショット。クイックショット。これはガンミです。今日さ、ほんと反動制御少ないからさ、ね、リカバリーすごい効きやすいよね。あ、終わった、ナイス勝利。っていうことで、まあ、一応ちゃんとメリットを見出したから、割とね、身のある実況だとは思うんですよ。あ、ちゃんと反動制御効いてるから、2の次、3の次の矢がすぐ打ちやすいなっていうのはあるんですけど、ただやっぱいかんせん、クソ武器だよね。これ元がさ、こういう武器だったら、もうこういう立ち回りしかないからねってなるけど、こいつはちゃんとカスタムすれば強スナイパーですからね。ちゃんと使えるスナイパーになるんで、なかなかちょっとね、もどかしいところあったと思うんですけど、ヴァンガードのね、まあ、やっぱ下を知らないとね、上の武器を使った時の感動っていうのが得られませんから、はい、あえて今回はもう、一番下のティアの武器を使わせていただきました。まあ、ぜひですね、ロマン溢れる銃なので、皆さんこちら参考にしてみてください。はい、ということで、これからもですね、コールオブデューティーヴァンガードの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。